牧田昭久は、福井県越前市出身の元プロ野球選手。大阪近鉄バファローズの最終年に、同球団へ所属していた選手の一人で、東北楽天ゴールデンイーグルスには、創設1年目の2005年から在籍。現役引退後の2017年からは、楽天の球団職員として、楽天イーグルスアカデミージュニア部門のコーチを務める、傍ら、野球解説者としても活動している。2020年からは、楽天の2軍外野守備走塁コーチに就任する。1982年に、福井県越前市に生まれる。北日野小学校に通いつつ、地元の少年野球チーム、北日野マウンテンズで、小学2年生から野球を始める。ポジションは主に投手。部活動で野球を続けながら、越前市立万葉中学校から、高校は、鯖江市にある、鯖江高校に進学した。甲子園出場経験はない。中学、高校時代は、投手で4番を務めた。2000年のドラフト会議で、大阪近鉄バファローズから5位指名を受け、入団。高校時代は、投手として、時速 140km 以上を計測していたが、50m 6.0 秒の、俊足、高校通算18本塁打という打力を買われ、外野手として入団した。背番号は63。楽天選手時代、楽天球団の職員へ転身するとともに、2017年1月10日付で、スクール部ベースボールグループに配属。球団が運営する楽天イーグルスアカデミーで、ジュニア部門のコーチを務める。その一方で、2017年4月6日には、J スポーツスタジアムの楽天、ソフトバンク3回戦中継で野球解説者としてデビュー。以降もアカデミーのコーチ業と並行しながら TBC ラジオなどの楽天戦中継で解説を務めている。2020年からは楽天の2軍外野守備走塁コーチに就任。楽天時代の打撃フォーム2011年の秋季キャンプでは、新しく打撃コーチに就任した大久保博元に中島博之や中村剛成よりもいい。20本は打てると評価された。例年、秋になると打撃の調子が上がる傾向がある。また、気温が低い開幕直後のKスタでの試合でも好打を見せる。引っ張り、傾向の強い打者で現役時代に打った本塁打の大半はセンターからレフト方向である。強肩を生かした外野守備が持ち味で、守備範囲も広い。憧れの選手は、新庄剛志。2006年11月27日に、会社員の女性と入籍。その後、2007年4月11日に第一子となる、女児が誕生。2009年12月9日には、第二子となる女児が誕生した。ありがとうございます。